はい、前回1分ですね、解説するトップショットなんですけどもね、1回だけで解説できなかったんで、今回ちょっと詳しめに解説です。もう、これももちろん1分間で解説していく予定ですね。前回の続きとしまして、親指と小指の位置に注意ということでお伝えしてきましたけど、もう一つ注意点があります。これだけでね、トップショットやるとすると、一つね、ありまして、このままいくとですね、まあ、威力は弱いながらもね、これでね、トップショットの形はこうできるわけですね。こう、親指でこうストッパーの役割を果たしまして、こう、小指でね、飛ばす。これが、まあ、トップショットのやり方ですね。トップショットのやり方です。で、これ、コンディション具合にもね、ちょっと寄ってくるかと思いますので、この辺はね、まあ、各自、まあ、コンディションの状態を見ていくといいかなと思います。で、たまに2枚目とか行くときなんですけど、これは親指の押さえ方に、まあ、注意していただければと思います。また、キャッチの方法というよりは、この手の位置によって、このキャッチの具合というものが変わってくるかと思いますので、これは練習次第ですね。